その気づきが人生を変える精神作用と行動の学問道徳科学を人生と経営に生かす道系一体の人生作りと経営おはようございます今日も共に学んでまいりましょうその気づきが人生を変えるまさにそうですね私も皆さんもある一つの言葉やある一つの知識考え方そういったものに触れた時にですね自分自身の 本当に心の底からその通りだと気づくことができると人生は一変する、まあ、そういった体験は皆さんもお持ちではないでしょうか今日はですねえー、質問が参りましたですのでその答えに非常に役に立つものを準備いたしましたそして今日はですので同型一体経営言論もしくは道徳科学の論文 ではですね触れずにそちらの資料で皆さんと共に考えたいと思います。さてそれでは今日のですね、まあ、質問なんですけど道徳とモラルって何か違うんでしょうかとそういう質問があったので、まあ、この質問が来た瞬間に私はこれを紹介しようと思ったんですね。そそれれははだろうそれは 海賊と呼ばれたこと、男、出光孝さんの、そうですね、出光佐三さんが書かれた、道徳とモラルは完全に違うという、この小冊子です。これ実はですね、あの出版っていうか、販売されてないんですよ。まあ、こういうのをね、販売してもらいたいですね。これは、あのー、 出光佐像の天守って書いてありますね。出光従業員に対して行った講和の用紙でありますが。ということで、これは小冊子を、まあ、近しい方々に配布したその冊子が私の手元にあるんですね。タイトルも手書きの墨書きです。道徳とモラルは完全に違う。この内容というよりも最初にこの出光佐像さんが最初に箸書きでおっしゃられているこの言葉を 皆さんにお送りしたいと思いますこちらの文章ですねゆっくり読みますのでじっくり聞いてください井出光佐造の言葉ですね道徳とモラルは同じものであるというのが一般の常識でありさらに戦後の特徴として日本の道徳といえば古臭く低級なものであって モラルこそ高級なものであるという風潮となっておりますしかしこれは大きな誤りであって道徳とモラルは完全に違うものでありますここまでですねこれ書かれたのが昭和47年ですつまり戦後20年経ったあの海外からのいろんな文化が入ってきてそうですねつまり戦後に生まれた人たちがどん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  育っていって昭和47年といえばもう日本が高度経済成長に入り始めたというようなところで海外からのそういったなんていうんですかね制度とか文化が入ってきてモラルとかエシケットなどというようなことが日本の国内でもさまざまわれていたような時です。ですからその一方でこれまでの道徳 日本古来の道徳というものはもうそういうのはね古いんだよともう古臭いものなんだという世の中のその風潮をこのまず最初に出光ゾ三さんは厳しく言及されてるんですね違うと道徳とモラルは完全に違うものでありますとおっしゃるところから始まってるんですそしてえー、千年亡くなられた 世界的哲学者鈴木大拙先生はというこの鈴木大拙先生の一文をこの後に引き合いに出されてこうおっしゃられてます道徳とモラルは違うモラルとは征服者であるエンペラーキング皇帝国王が大衆を治めるために法律規則組織を作ったこれを大衆が守ることがモラルであって 書いたものを守るということとである。ところがここでちょっと止めましょうねところがの前でつまりここまでの産業何て言ってるかっていうとこれはですね国を支配していったえ征服していったエンペラーキング皇帝国王などが大衆を治めるために法律規則を作っていったっていうんですよ。 つまり守れとこの規則を守れ法律を守れそして大衆よこれを守りなさいといったものが法律規則そしてモラルであるって言うんですよねさてところがってその後に書いてありますところがとその後にですねここから何が書いてあるかこう書いてるんですところが 日本の道徳はお互いに仲良く幸せに暮らすためにはどうすればよいかという人間の真心から自然に湧き出るものであって書いたものを守ることではないと言われております。これいかがでしょう私もこの講座の中で音声講座の中で、あのー、何度も言ってきました。道徳とはきちんと定義しましょう。 道徳とは他者を駅し、他の者他者を駅し、駅しですからその自分以外のさまざまな人間関係の人たちの役に立って、ね、家の中なら家族会社であれば社員上司部下役に立って営業で店で言うならばお客様、ね、ありますよねそういった他者です他者を駅し、 喜ばすにはどうするべきかを思う心が道徳なりです。立派な人だね道徳的な人だねではないんですよ。つまり立派な行いをする人が道徳的ではなくてどんな人間の心でも人の役に立ちたい。どんなに能力がね ないという人でもどんな立場どんな場所年齢性別関係なく他者自分以外の何かのために役に立ちたいという気持ちが生まれたらその人は道徳的な人であるっていうことなんですよ。これがここにも書いてあります。だから道徳とモラルは完全に違うわけでしょわかりますかねそうねこれどう思いますかしびれませんか 規則と精度と度道徳は違う道徳とは自らの心の真心から湧き出るものであって書いたものを守ることではないと井出光里は言っているんです続けますこの道徳とモラルの違いは今日の世相に当てはめれば一目瞭然です例えば自分の給料を上げたり自分たちの権利を守るために汽車や電車を止めてストライキーをやったり 何の関係もない国民に迷惑をかけるこれはモラルから言えば合法的順法精神で当然のことかもしれませんが日本の道徳上は許せないことでありますこの一文はね賛否両論巻き起こりそうですねね労働労働者がこれねえ自分たちの権利を守るために汽車や電車を止めてストライキをやるこれはねあなそのやってる人たちから言ったらね 正当なる俺たちは正当なる権利を主張するために手段としてこのようなやり方をやってるんだと言うかもしれませんが何の関係もない国民そしてそれを利用するお客さんもいるわけでしょその人たちに迷惑をかけるということから考えると日本の道徳的な見方からすると許せないことでありますって書いてあります続けます今日の世界の混乱と行き詰まりはモラルの行き詰まりとも言えるわけで つまりモラル、規則と制度、こんなことをやらないように決まりを決めろ規則を決めろ法律を決めろという法律規則制度というのは行き詰まりを迎え混乱を巻き起こしたって言うんですね。これを救うものは日本の真心から出るお互いという道徳のあり方だと思います。 さてここまでです。何を言ってんだきれい事いやどうでしょうね皆さん自分の会社の社員さんのことを考えてみてくださいもしくはその社員さんたちがお客様に接する真実の瞬間考えてみてくださいどうですか経営ととは投資と回収の仕組みくり。いくら儲かって いくら投資してそしてどんな回収をしていくかその仕組みを作っていくことだ確かにそうですしかしそれを組織して動かしていくのは人間ですよねその人間のその心の根底につまり道徳もう一回言います道徳をきちっと定義づけてください道徳とは他者を益し自分以外の誰かの役に立ってそして喜ばすには喜んでもらうには いかかにすべきかどうすることかを思う心が道徳であるこの道徳というねこれが真心から湧き出るような社員や従業員さんアルバイト生までそういった組織になったらどんなことが起きると思いますかきれい事でしょうか確かにきれい事かもしれませんしかしこれはそこを目指す価値はあるそれが道計一体 そういういことを言ってるわけですよね麗事かもしれないしかしそうなって生き残って本当に幸せに流々と永続し繁栄している会社が世の中には実はあるんですよ。ねえ目指す価値はあると思いますよ。またインターネットにちょうどこのようなニュースが出てました。 目に留まったので、まさに今日の内容と関連することなんですが今年の1月26日にアメリカのプロバスケットボール選手の有名なコービーブライアントという選手が41歳でで亡くなられたんですね。この方は自分自身が,がカリフォルニア州の空港からプライベートヘリで出発して、ね、そしてそのヘリが墜落して。 一緒に乗っていた娘のジアンナさんというね娘も命を落としたんですねこの問題このこの事件がなぜ問題になったかというと実はこの時の遺体の映像が写真が流出したんですねネットにどういうことかこれは山中山の中なんですよ救出する ことすら困難なあ消防隊とか保安官が駆けつけることすら困難な山中ので亡くなられたこのコービーさんと娘さんのその悲惨なその遺体の写真がネットに流出したわかりますよねということはこれ誰が入流出させたのかというとファーストレスポンダーつまり 警察消防救急隊員などの誰かが私的に現場を撮影,撮影つまりスマホで撮影してそれをネットに流してるんですね。もうこれもう遺族の気持ちはいかばかりかという感じじゃないですかそしてなんでこの話をしたかというとこれによって条例が生まれたって言うんですよ。 条例が、何かというとあのー、現場での個人的な写真撮影またそうした写真をルフつまりネット上に上げることを禁じるというような条例を提案したって言うんですね。さてここで今日の話です。道徳ととモラルと法律。何かが起きるとこんなことは許せない。 規則やや制度法法律律をを作作るる。べきだと言って法律を作るしかしその根本的な問題が解決してないとまた同じようなことがそれをかいくぐって起きるそうするとまた法律を作るまた規則を作るまた条例を作る条例を作り規則を規則と制度をどんどん作った結果どうなると思いますか私たちの暮らし自体がね、なんとも、 生きづらい世の中に当然なるはずですじゃあ今日の井出光佐三さんの道徳とモラルは完全に違うその中で書いてあるようにこれを解決するのはこれしかないと言われているのが日本人の古来から言われている真心から出てくる道徳しかないと言われてるんですよ。道徳とは何ですか他者を疫し他人の役に立ち 自分以外の誰かのために役に立って喜んでもらうにはどうすることかを思う心が道徳なりです。いかがでしょう質問をいただいた方分かったでしょうか道徳とモラルは完全に違うまさにご質問いただいた内容に的確に答えていただいたのは私ではなく海賊と呼ばれた男井出光左三。 という今日のお話でした。ね、え道徳とは、他者をいきし、喜ばすにはどうすべきかを思う心。どんな場所でも、どんな人でも、年齢関係なく、性別関係なく、体力も、知力も、学力も、筋力も、権力も、何も関係なく、今日から、すぐから、あなたにもできる。それが道徳です。今日は、 以上です。またお会いしましょう。